皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました野田でございます。去る3月の24日に第97代の議長に就任をさせていただきました。一言でおかげさまでということであります。しかしこの会場こんなにいっぱいになったの私初めて見ましたよ。すごいね。いや、近頃最近私も人気で出てきましたよ。しかしこれほどじゃないね。素晴らしい。まあ、新生栃木市が3月29日に誕生いたしました。市長選、市議選、今真っ盛りといいましょうか、まさに終盤戦に入っている状況でありまして、これは新しい市が誕生する生みの苦しみでしょうね。大変苦しい戦いのはずであります。私は冒頭から鈴木さん大変厳しいよ、絶対に気を緩めないで、できることは何でもやる、こういう話をさせていただいたところであります。しかし選挙は戦争でございますから、勝たなければなりません。勝たなければなりませんが、しかしこの戦いには大義がなければならないんです。言ってみれば戦いの美学がなければダメなんです。何を残して何を捨てるか、そして新生栃木市が何を目指し何を実現するか、こういう政策の戦争でなければならないはずであります。幸い鈴木さん非常に目標理想を高く掲げて、皆様方に お訴えするものはより具体的で分かりやすく順々と説いているはずであります。一部に憎しみを持ってこの戦いに臨んでいる方や、あるいは恨みでこの戦いを混乱をさせている人たちがいらっしゃいますが、ぜひ正々堂々憎しみや恨みの戦いでないようにしていただきたい。なぜかといえば鈴木市政が誕生し、新生栃木市、合併後の新生栃木市を具体的に運営していく際に、それらは全て鈴木市政に害になるものであります。長くしこりになるものであります。大勢の皆さんがいらっしゃるから、私も若干私の思いを申し上げさせていただきますと、実は県会議員の最初の選挙にですね、鈴木さんと私は同じ選挙区で戦ったんで、私は負けました。負けてもこんなに元気なんだよ。でもありがとうございます。しかしですね、残念ながら私どもは簡単な相手らしい、お互いに政策を語り将来を語って、新生栃木市どうするか、こんな議論もさせていただいておりますが、しかし選挙を戦った、負けた、野田を支持したその人たちの中には、残念ながらまだ鈴木憎しの心が残っているんで、これは現実でありますからお伝えをしておきたい。
石山頂の最良の DNA を引き出してですね、新生栃木市が確固たる歩みを遂げていただけなければ、我々が鈴木市長を望み、将来を託す、このことにはなりません。どうぞ皆さん、最後まで鈴木としみにご支援を賜りますよう、お願いをいたしまして、私の歴代の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。